りの3曲目ですね、はい、青木美香子さんの小学校の時の同級生が、はい、一流大学を卒業なさった後そのまた、芸術系の大学の大学院に、そうですね、はい、でその後にね、東京に行って、作詞家の吉岡治さんというところに、はい、内弟子で入って、はい、吉岡治さんと天城越えとかね、真っ赤な太陽、真夜中の、うん、真夜中の歌で、そういう、ね、名作が、特にいっぱい作ってられた作詞家のところで、なんとね、大学院まで行ってね、その後ね、付き人ですからね、10年間、付き人、川口、運転手やって、ほんでその成果でいっぱいね、もう知り合いもできたし、いろんなこと吸収されたようです。でその後にこうやって作られた、はい、そんな曲も作るし詞も書くんですけど、はい、青木美香子さん同級生ですから、はい、彼女のためにと言って、コミックソングを作っていただいて、はい、私のためにコミックソングを、ね、ありがたい。津軽海峡といえば冬景色なんですけども、彼が作った津軽海峡を左利きといって、いろんな70年代から80年代ぐらいまで、まあ、主に70年代かな、70年代の歌謡曲の、はい、歌詞じゃなくてね、タイトルをいっぱい織り込んだ、はい、不思議な曲を作っていただきまして、またね、カラオケにもなっておりまして、はい、カラオケのジョイサウンドで今配信されてますので、はい、歌っていただきたいと思います。これはちょっとジャズとは言いませんけども、はい、すいません、オリジナルを1曲リラックスして聴いてください。津軽海峡、左利きです。